は優秀な探偵の助手の出番ね。いい感じの展開になってきたよ。まあ落ち着いて、京一郎。エレベーターには非常ボタンってのがあるはずなのよ。そう、それを押せば一番近い階で扉が開くはずなの。それを押せばいいんじゃない？先のことは考えない。とにかく出ちゃえばあとはどうにでもなるって。私ちゃんと京一郎のこと助けたでしょ。ちゃんと褒めるときは素直に褒めてよ。でしょでしょ、私京一郎の命の恩人ってところだよね。ところでさ、私新型の J-POD 欲しいんだけどな。すっごい欲しいんだけど。あ、それが命の恩人に言う言葉かな。これは労働よ。得る素晴らしさよね。まさに等価交換よ。それとね、欲しいバッグもあるし、あと可愛い靴をこないだ元町で見つけて。
断る。まどか、いいから作ってやれ。トーストとハムエッグとコーヒー、全部ブラックで。冗談だ、京一郎。まどかも今日はねぎらってやれ。こいつも面倒な仕事を終えたばかりだからな。旦那がそう言うなら、まあ。それで、教授たちはその後どうしたんだって？もうあの連中とはつるまないのかな？それも三つ子の情報か？あのメガネ、またお前を目の敵にするかもな。あの探偵がうろうろし始めたから逃げられたとかって。それで今日三つ子のところに報告に行くのか？金は受け取り次第全額持ってここに来いよ。ああ、みつこによろしくな。お疲れ様でした。ビルの中で教授がやっていたことの写真はないのですね。この薬瓶の中身は何ですか？どちらかといえば、警察が喜びそうな証拠ですね。内緒です。でも警察は大体のことは知ってると思いますよ。まあ、していることはかなり真っ黒なことですが、私たちが請け負ったのはあくまで浮気調査ですから。奥さんには口止め料を水増ししておきますから、
京一郎くんにもボーナスが加算されますよ。お金はお金ですから、もらっちゃってください。危険な目にもあったわけじゃないですか。それは京一郎さんにはお願いしないと思います。お疲れ様でした。きっと次回もキリキリ舞い。みんな元気？今日も笑顔でナビゲーション、キリちゃんだよ。浮気調査お疲れ様。第2話、ふざけろ大学教授は終了。キリちゃんはいつでも影から生温かい目で見守ってるよ。それじゃあ残りの2つから第3話を選んでね。これはスパイものだね。あるビルに忍び込んで重要書類を持ち出すという依頼を受けた京一郎さん。スパイとなった京一郎さんは果たして探偵に戻れるのかな。あるよ。聞いてみる？これを3話目に選ぶと M のつく人と仲良くなれるみたい。悲しいけどみんな候補なのよね。これでいいかな。
うございます。京一郎くんですか？京一郎くんにお願いしたいお仕事があってお電話したんですけど、今から事務所まで来てもらえますか？ちゃんと依頼をこなす人には仕事がたくさん行くんですよ。可もなく不可もなくですね。はい、警察に出頭しないように気をつけてくださいね。